チャオー、こんにちは。皆さん元気ですか？カテーテラ山ちゃんです。いつも僕の動画をご視聴くださりありがとうございます。ということでね、今日もねカテーテラを使った、ね、大技を披露していきたいと思います。僕はこのようなねカテーテル管をね鼻から挿入して栄養を吸収するっていう治療をやってるんですけどね、病気でね。それでカテーテルを使ったパフォーマンスをいつもしてるってことで、カテーテラ山ちゃんって言いますからね、覚えておいてくださいね。初めて僕のこと見る方はね、いつも見てくださってる方は本当に本当にありがとうね。これからもよろしくね。ってことで、今日はね何をするかって言いますと、今日もまたすごい大技考えちゃった。大技というかね、あれなんだけどね、今日は何をするかというと、今日はね、カテーテルを使った大技、今日は何をするかというと、ここにね、かっこいいデストロイヤーの帽子があります。ね、この帽子をかぶって、ね、そして、この管、ね、この管を武器にして、ね、強盗をするシミュレーションをするっていうね、ね、大技を披露していきますからね、帽子をかぶってね、これを武器にしてね、強盗をするっていうね大技を披露したいと思います。では早速いくよ。はい、カッツ。またこれをかぶってね、いつもかぶってかぶったね、もちろんねかぶったね。そしてこれで、これで変装はもうバッチリだね。これで、山ちゃんだってわからないね、きっとね。そして、これで、ね、金庫のあるところに侵入して、ね、これを武器にして、ね、おらおら、おらおら、おら、おら、おらおら、おら、金庫出せ、金庫、金庫はどこだ、金庫出せ、金庫、お、こだな、ここに金庫だ、ここに金庫、金庫発見、金庫発見したぞ、金庫発見、この中からお金、お金入ってる金庫発見したので、ね。いくらだこれ。133円をちょっと強奪し、に成功したということで、ね。これを武器にして、ね。なんと、金庫から130円を、の強奪のシミュレーションに大成功ってことで。ね。すごい大技でしたでしょ？ね。ということでね、これこのままこれ入るのかな？これ。入るのかな？ついでに入れるっていうね。そこを押さえとくっていうね。ちょっとね。あ、入るね、これね。入っていくね。入った、これ入っていくのはいいんだけど、これ入っていくのはいいんだけど、これ、脱げないじゃない？これ。脱げないぞ、これ。どうすればいいんだ？あ、そっか。これをこうして、下から取ってね、あ、いいねいいね、これいいね。して下から取って、でこれ今鼻から入れてる状態ですからね。入ってるでしょ、ね、入ってるでしょ、ね、こっちの方が神業じゃねえか。こっちの方が大技じゃねえかってね。ということでね、さあね。ねえ、そんなことしないで、初めからこれ、つけなさいよって、本当にね、これはあくまでもね、僕のパフォーマンスだからね、良いからみんなはね、強盗だとか強奪だとか、そんなこと絶対したらダメだからね、本当ね。ね、こんなふにゃふにゃの武器で。それでね、前回僕、動画出した、この前の動画、一本前の動画出した時、まあ、いつもそうなんだけど、緊急入院して退院したばっかりだったんで、ね、動画見て、山ちゃん腕細いなんていう意見があってね、あ、失敗したら細いって見られるんだったら長袖着てやればいいかったななんて思ったんですけどね、僕腕細いって言ったってね、結構力仕事はしてるから筋肉だけあるんだよ、筋肉はね。力仕事してるからね。そうだからね、くれぐれも細い腕を見てね、心配なさらないようにしてくださいね。そもそも僕は病気と戦いながら頑張っているっていうスタンスでやってませんからね。
そういうコンセプト本当大嫌いなのでね、うん、本当にあの楽しいことしたいだけなのでね、ということでね、これからも応援してくれると嬉しいってことで、また次もね何かあればね、大技をカテーテルを使った大技を神業を披露していきたいと思っておりますのでね、カテーテル山ちゃんをこれからもよろしくお願いしますってことで、今日の大技は強盗のシミュレー強盗のシミュレーションでしたってことで、またねよろしくね。 Thank you.